こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっと違ったことをですね、やりたいなと思ってるんですね。題して、春の大山一人ファッションショーということで、こちらに私物の服をいろいろとご用意してるんですが、これをですね、使いながら、いろいろとその場でコーディネートを考えながら、着替えて皆さんにですね、様々なコーディネートをお見せしたいなと思っています。なかなかね、今までやったことがないんですが、実はメンバーシップで何度かやったことがあるんですが、この企画が意外とですね、好評だったので、通常の YouTube でも今回はやってみたいなと思ってるんですが、正直ですね、今ノープランなんですね。何も考えてないんですけども、その場で着替えながらどんなコーディネートができるのかっていうところをリアルに皆さんにお伝えができればなと思ってますので、ぜひ気になる方は最後までお楽しみいただければなと思ってます。まあ、正直どのアイテムもそんなにぶっ飛んだものではなくてベーシックなものが多いんですね。ですので今回の着こなしというのは結構皆さんにも参考になりやすいかなと思うので、ぜひこれから春服を存分に楽しむために今回の動画を一つの参考にしていただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでね、そのままカットを入れずに行きたいなと思ってるんですが、ちょっとね、音質がいつもと違うのがですね、皆さん気になるかなと思うんですが、あえてピンマイク今回つけてないんですね。というのも着替えるので、ちょっとマイクが触れてしまうと音がですね、ザラザラしてしまうので、あえてピンマイクはつけてませんが、その点はご了承いただければなと思ってます。じゃあまず一番最初、ベースの着こなしから言ってみましょうかね。いつも僕はこんな格好してますよね。これ僕の中ではもう一つのユニフォーム的な感覚なんですが、まあ一番上に着てるのはこちら。まあ本当にね、ラフな感じのダブルのグレーのジャケットなんですね。本当シャツのような感じで、僕にとってはもうジャケットを着てるような感覚すらないんですね。カーディガンを羽織ってるような感覚で着ることができて、なおかつ襟がちゃんとついてるので、それなりの綺麗さが出せるというところで、こういった軽いジャケットっていうのは一着あると、大人の男性にとってはすごく便利かなと思ってますね。まあこういったのはですね、ビジネスでも使うことができるんですが、僕はラフに羽織るときにもですね、1枚体温調整という意味でもこういったラフなジャケットを持つようにしてるんですが、これを着ています。で、内側はですね、これ自分のブランドで作ったストライプ柄のバンドカラーシャツなんですね。これね、ちょっと前にも聞かれたんですが、なかなかですね、枚数たくさん作らなかったのが失敗だったんですが、YouTube でも皆さんにお伝えする前に、メンバーシップチャンネルだけでちょっと完売してしまったんですが、また1ヶ月後ぐらいにですね、再入荷するのでよかったらチェックしていただきたいなと思うんですが、まあこういったストライプシャツ僕大好きで、1枚加わるだけでアクセント的になるので、まあ本当にですね、ジャケットの下とか、あとはこの後着ますが、コートの下なんかに着ると、すごく活躍してくれるかなと思いますね。そしてボトムスに関しては、もう定番ですね。僕にとっては定番のブラックのですね、レギュラーフィットテーパード、ユニクロのですね、1年前の春夏のものですね、ユニクロ U だったと思うんですが、こちらを履いています。まあ、シルエットは程よく太めで、個人的にはこれぐらいのシルエットが好きなんですね。一般的にはユニクロのスマートアンクルパンツとか、このあたりが使いやすいかなと思うので、お手持ちのものでいいかなと思うんですが、ブラック系のパンツで合わせて、下はですね、スーパースター、これも随分前のですね、エディビスの別注バージョンのものなんですが、白系のスニーカーと、あとはグレー系のニューバランスですね。今日はもうこの2足しか思い切って使いません。この2つだけでも十分着こなしが変えられるので、ここをベースにやっていきたいなと思いますね。まあジャケットに関してはダークグレー着てますが、ネイビーブラックでもいいと思います。ブラックのセットアップにストライプのバンドカラーシャツなんかでもいいかなと思うので、まず1つ目の着こなしとしてぜひ参考にしていただければなと思います。このままですね、早速、一個ずつですね、着替えていきますね。横に置きまして。さあ、続いて何を着ていきましょうか。このベース、このシャツとパンツを、ここを変えないだけでも、上を変えてしまえばですね、全然違った着こなしになるんですね。じゃあ、わかりやすいところで行きましょうか。これ行きましょうか。あのね、この3月結構暖かかったんですが、今日撮影してる日は寒いですよね。ほんと雪降りそうなぐらい寒いので、まあそうなるとやっぱりステンカラーコートがあると便利かなと思うんですが、まあ春らしいね、こういったベージュ系のステンカラーコート、
これはグリーンレーベルで昨年購入したものなんですが、こういったものストライプのシャツの上に着るだけで、すごく春らしくなってくるかなと思いますね。ベージュのコートとか、まあ、先日の動画で出したライトグレーのコートなんかもいいと思いますね。いずれにしろ明るいカラーのものを持ってきていただくとバランスがいいかなと思うので、こういった着こなしも良いかなと思いますね。まあ、ストライプシャツはね、僕のブランドのやつじゃなくてもユニクロのものでもね、良かったものがあって、先日どこで撮ったかな、どっかの動画でユニクロのストライプシャツを紹介してますので、気になる方はチェックをしていただきたいなというふうに思ってますね。はい、下着もそんなに長すぎないので、これだったら春でもそんなに邪魔にならないし、僕はロング丈のコートの中ではグリーンレベルのこちらは名作だなというふうに思っております。はい、こんな感じで、ベースまだ変えずにいきましょうか。次はですね、ロング丈のアウターを着た後にですね、じゃあ今度ショート丈でいってみましょうか。これまた僕のね、 YouTube の中で出てきましたユニクロのこのデニムのジャケットですね。ショート丈のこういったアウターとシャツっていうのも僕は相性としてはすごくいいなと思ってまして、ちょっと着てみましょうかね。はい、こんな感じです。着るとね、シャツの方がちょっと丈が長くなるんですね。こっちのジャケットの、アウターよりもシャツの方が長くなる。このアンバランスな部分がかえって一つのアクセントになりますね。後ろから見てもちょっとだけ出てくるというところですね。この見え方のバランスが本当ギリギリだと、これどうしたかったのかなっていう意図が見えないんですが、ちょっとね、これぐらい10センチぐらい見えてくると、まあこうやってあえて出してんだなっていうのが伝わるかなと思うので、こういったスタイルもいいと思いますね。まあデニムのこのインディゴブルーの色合いとストライプのブルーですね。ブルー系でこうグラデーションを作ってあげて、でボトムスはブラックで引き締めてあげるというところですね。で、靴に関してはね、白でもいいし、まあ、こっちのニューバランスでも全然いいですね。まあ、ちょっとこう今っぽいトレンド感を出したかったら、靴でトレンド感を取り入れるっていうのがいいんですね。スニーカーって本当にいろんなものがあって、こういう白系のレザースニーカーっていうのはもう定番的なので、あまり旬かどうかって関係ないんですが、一方でこのナイキだとかニューバランスだとか、まあ場合によってはコンバースとか、そういったブランドって結構その時々で旬かどうかが分かれるので、今はですね、やっぱりニューバランスが旬なんですね。そういった意味では足元でトレンド感を出してあげるのもいいかなと思うので、こういった着こなしもできますよというところで、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、どんどん行きますね。おしゃべりしながら着替えていくというね、新しいスタイルでお届けしてるわけなんですが、今日はほとんどカットなしで行きますね。はい、まあ、ベースを変えずにいろいろやってきましたが、どうしようかな次は。まあ、ちょっと濃いものもやっていきましょうか。はい、まあ、アウターちょっと濃いものを持っていきますね。ロング丈のコート、これもね、ユニクロ U の今季の、春夏のステンカラーコートかな、あ、ベルテッドコートって言ったのかな、あ、トレンチコートって言ったかな、なんかトレンチという割には割とステンカラーに近いんですけどね、ちょっとこうダークグレーで、こういう感じもシャープでいいかなと思いますね。ちょっと色合いとしては秋冬というか、やや重たい感じもするんですが、内側にこういったストライプのシャツ着ておけば、そんなに重たいこともないかなと思うんですね。こんな具合でちょっと合わせてもらってというのもいいんですが、個人的にはね、ベージュとかライトグレーがいいんですが、好きな色としては濃い色なので、こういったコートもいいんじゃないですかね。割とね、軽くて、シワ感も最初からちょっと適度にあるので、気にせずにガンガンに使えるという点では、すごく便利なのがこのコートですね。うん、ぜひね、今、多分売ってると思うんだけどな、ちょっと在庫状況はまたご確認いただければなと思うんですが、すごく便利で優秀なコートだと思うので、こちらもぜひ皆さん着ていただきたいなと思ってます。そろそろさすがにですね、内側とかボトムス変えたいっすよね。ちょっと着替えましょうか。はい、もうここからね、僕のね、生着替えじゃないですけども、このまま脱いじゃいます。はい、いつも下に何着てるんですかって言われるんですけど、もうこのまま見せちゃいますよ、皆さん。はい、これですよ、これ。もうね、春夏になると必ず1回ぐらいは皆さんにお見せしてるんですが、もうこのね、T シャツ姿の時は、唯一恥ずかしいなと思ったりはするんですが、もう見慣れた姿ですね。定番のグンゼのですね、シークですね。もうこれ、これしか僕インナー着てないです。春夏に関しては。で、首元は、このボートネックといって、普通のシークとかってこういう V とか U ネックが多いんですけど、ボートネックなので、ここの幅が広いんですよね。わかります?ここがしっかりと開いてるんですよ、横に。そういう、シルエットにすることで、上にですね、T シャツ着ても、T シャツの端っこからね、ここが見えるのがめちゃくちゃ嫌いなんですよね。
でもこの形状だと T シャツ上に重ねても一切見えないのですごく便利なんですね。例えばですね、どうしようかな。まあこの T シャツでも着てみましょうか。これも自分のところで作ってるプリント T シャツなんですが、T シャツ上に着ます。はい。髪型が崩れようがお構いなしでやりますが、はい。こうなった時にこっからこれが見えるのが嫌なんですよね。それがこういったボートネックのインナーだと一切見えないので、このあたりがすごく気に入ってるポイントですね。はい、これで T シャツとスラックスという一つの形ができましたというところで、じゃあその上に何着ていきましょうか。まあちょっとスポーティーなやついきましょうかね。アルテリクスのベータ LT ですね。これで見ましょうか。はい、まあちょっと上下ブラックで重たいですが、内側でプリント T シャツとかこういった形、まあ、白 T とかでもいいですけど、何でもいいですけど、ちょっと明るさのある T シャツを入れてあげればそこまで重たくないですね。僕もね、春はこんな着こなしよくやります。で、この着こなしだけだとちょっとなんかシンプルでつまんないなって思う時には、まあ、小物でちょっと色付けしてあげるのもいいでしょうね。ちょっと僕はカラーレンズ入れたこういったメガネとかをかけることが多いので、こういったものとか、あとは靴ですね。僕はこの白よりは、やっぱりこういうスタイルには、ニューバランスがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。アークテリクスとニューバランスも僕は結構、なんだろうな、相性がいいブランドかなとは思っていまして、少しこう今っぽさというか、こういったスポーティーなね、スニーカーを合わせてもらうのもいいんじゃないかなと思いますね。もうちょっと癖のあるスタイルが個人的には好きですが、これぐらいだとすごくね、なんかいろんな方には使いやすいんじゃないかなと思いますね。はい。T シャツのスタイルっていうところで一つお見せしました。あと何ができるかな？そうですね。じゃあこの上に、これまたユニクロ U の今季の、今もう在庫ないのかな、フーデッドブルゾンって言いますかね。この、ちょっとこう、スポーティーな感じ。先ほどのアークテイクスに比べると、そこまでスポーティーさはないんですが、ショート丈のブルゾンをこう上に羽織ってみました。こういったスタイルもね、個人的には好きですね。簡単に合わせやすいので、ぜひぜひ、皆さんにもトライしていただきたいなと思いますね。今季はね、やっぱショート丈のものがすごく増えてるし、個人的に動きやすいので好きなんですよね。まあこういった形で着丈が短くて、フードがこれはないので、そこまでスポーティーには見えないんですが、しっかりとこのフードが内側に入っているので、立体感が襟にあるんですね。なのでしっかりとこう襟が立ってボリューム感があって、この感じがね、個人的に大好きで、このフーデッドブルゾンはよく着てますね。はい。これも一つ皆さんには参考にしていただきたいなと思いますね。こんな形で T シャツを使った着こなしです。まあ T シャツの上にね、ジャケットっていうのも全然いいと思うんですよね。一番最初はバンドカラーのストライプのシャツの上にグレーのジャケットを着てましたが、今ね、ここに机があるんですけど、服の山ができておりますね。ちょっと物色をしまして。はい。T シャツとジャケットっていうのもまあ、これまたね、定番ですよね。はい、これももういいっすよね。はい。こういったスタイルは僕も好きでよく休日やってますね。T シャツの上に着るだけでも、なんとなくジャケットが加わるだけで、それっぽく見えるんですよね。で、プリントの分量も本当に少しに抑えられると、まあそこまで子供っぽくならないので、こういったスタイリングも一つありなんじゃないかな、というところですかね。はい、そんな具合で続いてですね、どうしようかな。じゃあ下変えてみましょうか。下せっかくね、仕込んでるんですよ、皆さん。せっかくなのでちょっと仕込んでるんですよ。さっきは、チークのインナーを仕込んでましたが、下もね、すぐに着替えられるようにね、仕込んでるんですよ。はい、見てください。スパッツ履いてるんですよね。ナイキのスパッツを今回は履いてきました。まあね、普段ランニングしてるので、これを履いて、この上にショートパンツ履くわけなんですが、じゃあパンツどうしようかな。ちょっと思い切って白にしてみましょうか。はい。この白パンに変えるだけで、だいぶね、春っぽくなるし、今年トレンドアイテムとして、こういった白パン、よく出てきてるので、これを履いてみたいと思います。はい。今季のグリーンレーベルのフレイパンツってやつですね。ちょっとね、まだ裾上げしてなくて、本当はね、しなくちゃいけないんですけど、だから思いっきり引き上げましょうか。思いっきり引き上げて、ここで結んでおけば、それなりに丈の長さが調整できますので、なんかこんな緩い感じでね、お届けするのって普段の YouTube ではないんですが、メンバーシップっていつもこんな感じなので、その雰囲気も味わっていただければなと思いますね。はい。まあ白パンに対して白いスニーカーだとちょっとね、なんか、
ちょっと難しいですよね。上級者向けって感じします。それであと前進しろっていうのも、なんだろうな、ノンスタイルの石田さんっぽくなるので、素敵は素敵なんですが、ちょっと難しいんですね。このスタイルね、難しいので上は着替えましょうか。何着ようかな。じゃあちょっと一回脱ぎますね。ちょっと見えそうになったので、ここは後でカットしようと思いますが、はい。じゃあ次はですね、まあストライプのシャツあるんで、これ着ましょうか。はい。で、下が白で、上がストライプっていう感じにしましょうかね。髪の毛がライトになってるのを整えながら行きましょうか。はい。まあこんな感じですね。あ、これはこのまま一つコーディネートが完成しました。どうでしょうか。ストライプのシャツ、ブルー系に対してホワイトのパンツっていうのは、まあこれはね、爽やかな春の着こなしとしては一つ成立してるかなと思いますね。はい。これの上にですね、何か着てみたいなと思うんですが、もう何でも合いますよね。何でも合います。例えばですね、先ほど出てきた、ダークグレーのこれだ。ユニクロ U のトレンチコートですか。なんかこの上をね、グレーにするんだったら、下は白パンぐらいの方が、やっぱり重たくないですよね。はい。あ、こんな感じいいんじゃないでしょうか。ね、これで下は黒パンだと、まあ秋冬でも使えそうな着こなしなんですが、春だったら白パンでこんな感じにしてもらってもいいんじゃないかなと思いますね。うん。なんか爽やかでいいですね。はい。どうせコートを使うなら、こういった濃い色を使うんだったら、白パンで爽やかさを出すのもいいと思いますし、あと何ができるかな。さっきの、こちらのユニクロ U のフーレットブルゾンね。これも相性いいんじゃないですか。はい。上半身を濃い色持ってきて、下は白でパキッと白くする。まあ、こういったコントラストの高い着こなしも合うんじゃないかなと思いますね。あ、いいんじゃないでしょうか。どうでしょうか、皆さん。僕はこの着こなし好きですね。なんか白パンのシルエットも、細めの、バキバキの細い感じよりは、ちょっと適度にゆとりがあった方が、まあ、今日的ですごく使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。うん。丈も、まあ、そんなに短くしすぎないで、軽く靴の上に乗っかってクッションができるぐらい、これぐらいがですね、パンツめっちゃ上げてますから、今。それでようやくここに来てるんですが、まあ、ちゃんとそのあたりは、裾上げをして皆さんに狙ってもらいたいなと思いますね。はい。これもいいでしょうし、あとどうだろうな、上に、じゃあベージュのコート着たらどうなるのかなっていうところ、ちょっと見たいなと思うので、最初の方に着ていた、これですね。服の山がえらいことになっておりますが、はい。グリーンレベルの、このベージュのステンカラーコート着てみましょう。はい。ああ、これもね、爽やかですよね。ベージュと白っていうと、ちょっと色の差としては、ブラックと白に比べると、コントラストがそんなに高くないんで、まあ、柔らかい着こなしになりますね。まあ、爽やかで、これはこれで好きなんですが、僕自身にとっては、ここまで行くとちょっと爽やかすぎて、気恥ずかしいかなって思う感じですが、こういった着こなしも、特になんか、40代、50代の大人の男性であれば、すごくなんか爽やかでいいと思いますね。僕はちょっと、ここまで爽やかだと気恥ずかしいですが、こんな感じもありです。はい。コートは個人的にはさっきのダークグレーぐらいの方がいいかなと思うんですが、皆さんはいかがでしょうか？コメントいただければと思います。はい。じゃあ続いてこの上に、アーティックのナイロンジャケット着てみましょうか。ちょっとスポーティーなんだけども、こういう感じで、少しこう、ブラックとホワイトでコントラストを高めた着こなし、意外とこういうナイロンジャケットとシャツみたいなものも相性が良かったですので、こんな着こなしも一つありですね。はい。なかなか良さそうですね。ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思いますね。いろいろやってきましたが、僕も着替えまくるとですね、結構体力を使うというところで、そろそろ後半になってきたかなと思いますが、そして、まあ、ジャケットですね。ネイビーでも、ブラックでもいいし、僕が持っているようなダークグレーでもいいんですが、こういった、なんか、ジャケパンっぽい合わせ方もいいですね。グレーのジャケットに対して、白のデニムという形で、あ、この着こなしも個人的には好きですね。うん。まあ、靴はいずれにしろ、やっぱりこう、ニューバランスがいいんじゃないですか。黒い靴もいいんだけど、白パンと、まあそこまでコントラスト高すぎないグレーのニューバランス系、996とかでもやっぱりいいかなと思うので、こういった合わせが一番しっくりきますね。うん。あ、これもいいんじゃないですかね。こんな着こなしもできるので、ぜひ皆さんトライしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではちょっと珍しくですね、ほぼ一発撮りに近いんですけども、僕の私物というか、動画の中でもよく
解説しているようなものをですね、こちらにずらっと並べまして、それをですね、その場で着替えながら皆さんにコーディネートをお見せさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この企画が面白いと思っていただけたら、また第2弾あるかなと思いますし、大山のですね、下着姿見たくねえよという方が多かったですね。もう幻の回になるかなと思うんですが、ぜひコメント欄にいろいろと書き込んでいただければなと思ってます。まあね、こういった形でね、アイテム数そんなにたくさんなかったと思うんですけども、組み合わせを変えるだけで結構コーディネートってたくさん作れるんですね。僕も何も今日考えてこなくてですね、どうしようかなと思ったんですが、まあそれなりにいろいろとね、コーディネート考えられますので、ぜひ皆さんも今後の着こなしのですね、一つのベースとして、まあ僕の着こなしをそのまま真似する必要はないんですが、あ、こういったやり方もあるんだなっていうのを頭の片隅に置いていただけたら嬉しいかなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、今回のようにですね、割とラフに、コーディネートいろいろとお見せするようなことって、結構メンバーシップチャンネルの方でよくやってるんですね。まあ、こういった緩いノリでですね、普段の僕はやってますので、そういった動画を見てみたいという方は、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、メンバーシップチャンネルの方もですね、ぜひチェックしていただければと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。